い、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、生ビール、久々にね、冬物語来ましたよ。今年も冬物語飲んでいきましょう。こちら発売で30周年となっております。札幌の冬物語限定醸造、アルコール度数 6%、贅沢でまろやかなコク、原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチです。まあ、毎年飲んでるけど、冬物語って、毎年飲んでるんだけど、大した味を覚えてないんだよな。どんな味だったっけ。まあ、今日寒かったからな、本当に。今日東京寒かったですか。それでは乾杯。うん。うん。あ、美味しい。うん。美味しい、美味しい。今ですね、気温が、俺のこの室内、約20度です。今もう長袖、長ズボンになりました。もう寒くて。パンツ一丁だともう無理ですね。うん。ちょっとアルコール度数が高いからか、ちょこっとアルコールの香りは、アルコール臭さはあるんですけど、美味しいですね。ちゃんと麦の香りもしっかりしてて美味しいです。まあ、大体毎年、記憶に残ってないのはおそらくあれでしょうね。もう寒くなってる時だから、冬物語って、結局。だからなんですよね、おそらくね。おそらく、まあ、寒くなってビールがちょっと厳しい状態になったんで、なってから飲んでるわけですから、まあ、あんまりね、うん。まあでも、うん。美味しいですね。冬物語と。冬だけの味覚に、冬だけの贅沢なコクを。うん。こちら、じゃーん。今日食べる、つまみはこちら、ルーさんの甘辛キムチ。ローソンストア100の、商品ですね。こちらをさ、3日ほど常温で保存してたんで。いてててて。常温で保存してたら買って。めちゃくちゃ買って。常温で保存してたんで、ちょっと、匂いがもう常に出てる。出てる。匂いが、キムチの香りが、もう冷蔵庫の中これ、なんか自分で、白菜をさ、ジップロックに入れて、で、桃屋のキムチの素を入れて、しばらく、冷蔵庫の中に入れといたんですよ。そしたらものすごく冷蔵庫が、もう臭い。で、これもね、常温に、その部屋のところに置いといたから、キムチの香りがする。部屋が。うん。あ、美味
味しい。ちょっと酸っぱくなるね。キムチはね、個人的には酸っぱい方が好きなの。冬物語は、ウィーンモルト一部使用。で、冬のまろやか仕込み。麦芽増量。と書いてあります。あ、美味しいね。まあ、でも、まあ、でもやっぱり寒い日にはあのビールはちょっとね、ちょっと厳しいものがあるよね。ちょっとね、まあビールも好きなんですけど、どうしてもはね、難しいですよ。あんまり飲みたくないもんね。寒い。まあまだ20度あるからまだいいんですけど、ねえ、あ、札幌はとりあえず特に新しいのは12月の18日に限定発売、札幌の銀座ライオンビアホールスペシャルというのがありますね。これ多分前飲んだと思うけど、やっぱあれだね、冬物語ちょっとあのアルコール臭が結構しますね。まあ寒いからこそちょっとあの度数が高めになってて、ね、なんというかあれですよね、度数が高いからちょっとあったかくなる。アルコール度数が高いから。まあ、ちょっとあれだよな。ちょっとやっぱり、アルコール臭がするっていうのは、否めないですけどね。まあ、コクもまああるし。まあでも、やっぱアルコール度数が、ね、6% っていうことは、まあ 1% 違うわけですからね。そう考えると、やっぱどうしても、アルコールっぽくなるっていうかね、味がね、なんかちょっと臭いなっていうか、
んな感じはしますけど。あーでもやっぱうまいな、キムチはやっぱうまいな、そうそう関係ないけど今日ダイソーでこちらを買ってみました。サクマ式ハッカドロップスっていうね、昔ながらの、まあ、缶のあの飴なんですけど、ハッカしか入ってないっていう、ハッカの飴しか入ってない。かなりこれメジャーで、このサクマ式のこのなんだ、サクマ製菓株式会社、こちらですね、なんと今年で110周年という。110周年だぞ。1世紀と10年をね、創業してから。すごいですよね。知らない人いないんじゃないかな、これな。まあ、うん。知らない人いないんじゃないかね、これね。まあ、特にあの昔の人とか、昔のっていうかそのね、あの戦争、また110年ってことは、ね、1908年ぐらいから製造してるわけだから、戦争前ですよね。うん、で、あの有名な、あの、ホタルの光だっけ、あれ、なんつったっけ、ホタルの墓、あの、映画、アニメじゃない、映画ね。まあ、俺あれ見たことないんですけど、あの、戦争は、まあ、裸足のゲームみたいなやつだね。いわゆるな。うん。まあ、戦争の、戦時中のね、映画なんですけど、戦時中を生き延びた。で、その、なんか、ね、主人公かな、なんなのかわかんないけど、幼い女の子が、ね、サクマ式ドロップスを舐める。っていうシーンがあるんですけど。すごいですよね。110周年ってすごいですよ。うん、そこまでね、まあ続いてる企業ってのはなかなかないですからね。ああ、やっぱ美味しかった。キムチ美味しいな。このキムチすごい美味しいんですよ。コク、甘み。ちょっと苦めですね。まあ、うまいはうまいんだけど、まあ、微妙かな、これ。ちょっとアルコール臭い。ちょっとアルコールは臭いはある。4233です。ご視聴ありがとうございました。